漢字で5言います。漢字の勉強します。森保監督の名前を森穂と答えてしまった僕は、漢字の勉強します。暇な方は一緒にぜひともやりましょう。はい、ここまでが前座です。実は僕はね、漢字 YouTuber なんで 本編こっからですね。最近の僕の本編こっからです。よし、これ16問あって徐々にねレベルが上がってくんですよね。で、俺このハードモードすらクリアできなかったから体力増やしました。本当は3期なんだけど、ちょっと5期でやります。まあ最初はねレベル2は簡単なのよ。え？ロ？ろうちくかじゃないのこれ。ろうちか？ろ？ろう？ろう？待って、ろうきか？ろうきゅうかか。引っ掛けだな。引っ掛けられたわ。ああ、イージーイージー。私利私欲な。引っ掛け問題はずるいわ。脱却な。ちょっと舐めてる俺のこと。イージーすぎるな。三包丁。よしよしよし。来た。こっからよ。レベル3。いやー、何？線だ？何これ？何それ？おもむら？ちょっと待って。つくら、もっぱら もっぱら聞いたことあるな。丘は差し置いてそう書くのか、もっぱらって。今日アブラモビッチがレイアップ外した波にイージーモード、イージーシュート外してる俺。これもあれじゃない？土買うじゃない？よし。肝臓よ。え？肝腎よ。何？肝腎要？うおー！今のはミドルシュートぐらい難しかったんじゃない？初コメです。本当にバスケと同じ人ですか？ いや、俺ね、本当に全ての学をバスケに費やしすぎて、マジで社会もできんし、漢字も読めんし、はい、みんなが義務教育やってた、時間帯、僕はバスケしかしてなかった。副長。副長。口笛はなぜ？笛長。笛長？聞いたことないよ。そんな日本があんの？言いふらすこと。吹聴。使ったことある？こんな日本語。生きてて。僕はないけどね。
煙。よし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 。まああと2機あるからね。あと2、4、6、あと7も。ふさわしいじゃないこれは。ああ、うまい。今のはクロスオーバー決まったねこれ。ふさわしいはうまかったんじゃない。さあレベル何これ。12単位。え？豆腐単？じゅにたん。わかんない。誰か助けて。なんだよ。12人。聞いたことある。あ、俺ダメだ。日本史マジでダメなの。漢字もダメだし日本史もダメだからダブルパンチで全くわからんのよ。平安末期に成立した女なんちゃらなんちゃらの中世近世におけるなんちゃら。説明文すら読めないもん。説明する。あ、逆輪。はい、これはイージー。え、逆輪。あれ、何輪に。あ、激輪な。危な。すぐ引っ掛けようとすんだよこのゲーム。押し並べて、え、押しはべて、押しなべて。うわ、まぐれタフショット。今のはタフ3だったな。ゆめん。とうめん。タンメン。俺人生でタンメン食ったことないのよ。うわぁ、タンメン食ったことなかったのが敗因だ。むず。俺は一体いつになったらこのハードモードクリアできるの。くそー、ちょっと待って、携帯の充電切れちゃったよ。はい、ということで、みんな、僕をバカにした皆さん、君たちにはテルモードで、太鼓の達人で言ったら鬼ですね。この説明文見て、この世の終わりみたいな難易度っていう説明、そんなことある？これに挑戦してみましょう。でもね、俺のメンバーさんね、結構読める人いるんよ、この難易度でも。さあ、ということで、最も難しいモード。さあ、また面の問題。さっきはタンメンだったけど、これはスープ麺。煮豚麺。これは何麺だ？パスタか？ラーメンか？担々麺かこれ。あー、全然わからん。全然。乳麺。おー、いい。なんでこっちの漢字で書いてくんないの？たまにね、漢字カッコつけんだよな。なんかわかりやすい漢字あるくせに、なんか難しい方で準備して、お前らこれ知らねえのつってマウント取ってくんだよ。全然こっちでね、表記すればいいのが。くそ。立つ。川立つ。なんだこれは。なんだこれは。聞いたことない、見たこともない漢字が出てきたよ。は、羽ばたつ。ま、ま、まば、まばたつ。かつ。
無知打つ。毎回思うんだよな、俺ハードモードもクリアできないのなんで俺こんな激ムズモードやってんだろうと思って。ああ何ここは中国ですか。完全にこれ中国語だろう。タツタツテン眉、眉毛の眉。田臥勇斗の田やな。立てまつる、絶対違うわ。ガサンビ脱皮直前の頭部をもたげた蚕のような湾曲した太くたくましい眉。知らん、説明されてもなおわからん。そんな眉毛ある。田臥勇太の田どこ行ったんや。あ、 AD か。 AD って答えれば正解だったんか。これ変換でも出てこないの。じゃあもうないよ、当て字すぎるやろ。なんで俺5期も増やしちゃったんだろう。あ、これは芽吹きましたじゃない。違う違うのね。まばたき、目ばたき、目耳、めかやぶき、かやぶき。でもなんかこれは聞いたことあるな。あれ、ちょっと読めてる人多いな。これちょっと諦めるか。いやなんかね、ごめん、これ諦めるわ。ちょっとなんかいろいろあったよな。これほら、国と都市の名前とか植物の名前とか、ただ歴史の名前はなかったよな。国行くか、せっかくな。国行こうぜ。国を漢字にして答えられるか問題。国は俺結構自信あるぞ。まあ、せっかくねワールドカップですから、はい、国名で行きましょう。これはね、はい、これはイージーですね。パリ五輪ね。これはドイツですよ。はい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 。あ、これいけるんちゃう。これはチリやな。もうそのまんまだもんな、これは。あ、これいけるぞ。伊達にウイレやってこなかったからな、俺は。これはね、キューバじゃない。うわぁ、カリブ海の大アルアンティル諸島に位置する。なんちゃら。来た。はい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 、イージーよ。ブラジルね。インドネシアじゃないこれ。来た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 。あと4問。まだ一機も減ってないぞ俺。ステージ3。なんだこれ。なんだこれ、待って、ネパールじゃない。うお、強俺国強。なにこれ、的生地。モンゴルとか違うか。なにこれ、全然わからん。カンボジア違うか。全然わからんこれ。うわ、全然わからん。なやこれ、ティモール全然わからん。はぁ、なやティモールって。そもそも知らん。小スンダ列島の東端にある島って、存在を知らんもんな。ティファールならわかるけど、最後なんか難しいやつ。白耳ギ、ホワイトハウスとか、ちげえか。
白。白。白、シンガポールとかじゃないもんな。白い耳。うわー、わからんな。全然出てこん。ベルギーなんだ。何がベルギーなのこれで。くっそ。何？何これ。イラク？イラン？イタリア？違う。イギリス？違う、イギリスは A の文字があるな。インドネシア違うでしょ。イスタンプール違う。オタワ全然イゼメが全然攻めれてなかった。カナダの首都なんだ。くっそ。バンクーバーだったらわかるんだけどな。海の地、これハワイとか違うか。なんかシンプルだけど全然わかんない。何これ。海、オーストラリアとかじゃないもんな。なんだろう。カーボベルデ。ハイチなんだ。ちょっとあのワールドカップに出た国の名前言ってほしいよな。ティモールとかハイチとかさ、やっぱワールドカップ出てねえんだよな。ウイーレにもないんだもん。せめてウイーレに出てる国であってほしいな。やばあと1機。あこれはねパキスタンだと思う。あ違うの。パキスタンじゃないの。パ、パージ、パージタン、パーなんちゃらジタンみたいな。パレスチナか。出てこんかった。そう、パがねこの感じなのは俺覚えてる。でパリとかもこれだし。パキスタンだと思ったんだけどな。パレスチナか。いやむずい。くそー。という感じでね、僕は、漢字の勉強を配信の後に、まあ、これからやっていこうかなと思っておりまして、まあ、基本的にはメインのハードモードと、まあでも今日はこの辺で終わっとくか。まあ、またちょっとね配信終わりにやれる時があったら、やっていきたいなと思っております。僕の1000日後に漢検1級、そんな僕が1000日後に漢検1級取りますんで、よろしくお願いします。漢検4級すら持ってないというか、漢検受けたことすらないんだけど。